待たせたな。ありげんのクリエイターサポートを教えてやるぜ。ARRアジェンダ N は1個。それが俺のクリエイターコードだぞ。それじゃ動画へレッツラッグ。さあ、この街には T1 がいるが、 T1 たちは気づいているか。さあ、フード J の画面気づいている素振りはない。目の前には敵が、さあ近くまで来ているぞ。あ、これは気づいているのか。さあ、ここはピックされて、フード J の HP が一気に削られていく。チャーモンキーが、さあゴリゴリに攻めていく。HP ないはずだろうと、さあゴリゴリに行くが、ここはカウンター入れられて、ダメージもらいました。ここは早めに詰めて、フード J を倒したいが、フード J は回復は間に合っている。さあ、ワンボックス、混戦だ。さあ、目の前、エンビが出てきたところをしっかり屋根を置いて、さあ、ガードしました。さあ、T1、上を取っている。さあ、全員で敵も上に上がってきた。さあ、いい連携取れてるぞ。さあ、SVN のクランの人が、さあ、一番上を取り返した。さあ、T1、シオン、アサルトライフル、ピックするが、一発も当たらない。さあ、下にいるフード J に、さあ、ヘイト集めて。さあ、上を取り返した SVN。さあ、T1 は上を取られたので、結構しんどい。さあ、資材もあまりないので、そんなに使いたくないぞ。さあ、ここは漁夫に来た。1v3 クラッチマスター。さあ、ボートのロケットランチャーを使って横槍を入れていく。さあ、これね、T1 も気づいて。さあ、ここで戦い始めた奴らの方が不利になる可能性あるからね。さあ、お互い攻めるに攻めれない状況。さあ、さっさと決着をつけたい。さあ、1v3 クラッチマスターがどんどんロケットランチャーを撃っている。さあ、SVN クランも。さあ、頑張ってショットガン一発当てられた。さあ、そして、さあ、CE ゾタックスが、ここはエンビーと同じボックスに入って、さあ、アスルトライフルでゴリ押していく。さあ、ここは張り替えて。さあ、早めに1人、ピクチュー倒したい。さあ、アスルトライフル横から通す。さあ、いい L 字組めてますね。さあ、横から行って、さあ、L 字組んで、さあここは入り込めた。一発ショットガン当てたかった。ここ当たらない。さあ早めに決着をつけないと漁夫が来るぞ。さあここは T1 エンビーがやられて、さあ T1 シノンもやられている。 3v1。 さあ SVN クラは全員残っています。さあ T1 を全部倒した。さあしかし漁夫が来ている。 1v3 クラッチマスター。さあゲームイズクララさんも来ている。さあここはうまく漁夫が刺さるか。あ、しかしクララさんたち、ここはさすがに漁夫れないか。さあ離れていく。 T1 もフード J1 人生き残ってますね。さあフード J 落としたことには気づいているのかな、この3人。多分全員死んだと思ってるだろうね。さあ進行、その運をどうやって返するかだよね。そう。さあここはフード J にハンドガン打って倒しておきたいが、さあ進行も撃たれていく。さあ敵を狙ってる時が一番自分が油断している時。さあ上にも宝箱があったので、ここは回収していきたいですね。さあ前沢がエンビを倒している。さあ油断しているところをしっかりサルトライフルで落としているぞ。プラス青ポンプゲット。さあ T1 イーブ拾ってんね。そうね。さあそしてシンクがダブルハンドガンで、さあシノンを倒している。紫ポンプ持ってるこいつ。強っ。ちょっと待って、は引きすぎじゃない。ちょっと T1 おかしい、おかしい。青ポンと村ポン出てんの、えぐ。え、しかも待って、しかも紫ポンプ持ってんのにベソンに負けてる。強い。さあここは真空のエイムが出ます。でもピストルも近距離ヘッド42とか出るからね。48とか青は48が出るの。だいぶ強いからね。さあ真空のいいエイム出ましたね。これは T1 フード G が、そうだね、フード G が生き残っているが、ね、フード J はもう完全に逃げてる。さあペッパーで逃げている。さあ俺のなんかすごい、さあ A2R のチームメンバーの名前はバグっていますが、さあ目の前敵が一人落ちるので、ここは漁夫に行きたい。3人いるね。さあこれは蘇生が間に合ったか。蘇生間に合いましたね。さあ A2 のチーム一気に入り込んで、ここは全員倒していきたいが、いやうまい。でもいいね、 HP そんなに減らずに A2R んだけが、さあ落ちたが、ここは蘇生間に合うでしょう。さあ一気に3ポイント、いや4ポイント獲得してるね、このチーム、この試合で。さあここでウルバリン、さあ目の前に敵がいる。これはウルバリン気づいたか。ウルバリン気づいたか。さあこれは気づいたか。いやでも走り出していないので、これはまだ気づいていない。さあ視界に映ってるはずだが、ウルバリンマスクのせいで周りが見えない。さあネクサスのヒロチが見えているが、さあここはネクサスのヒロチもスルーするか。ウルバリンって何こいつ、この速度でしか歩けんの。ああ敵を見つけたね。さあ泳いでます。早いよ。しかしここは上行かない方がいいな、これアンチは。うわー、草アンチ。山登りをしないといけません、シンキーフィッシー。ちょっと周りをしっかり見ている。さあ目の前、あーボット団子スナイパー。資材を飼ってるところを倒していった。そして出てきたハムプさんを6
プジン5カット、さあ5カット押して、さあ1人でハムピサのチームを倒すか。23からショットガンを当てて一発当てて、さあ 1V2 クラッチ、さあ倒していく。さあ資材も少し増えた。さあスナイパー奥立て下でサザントに一発当たる、強い。さあいいですよ、見えてますよ周りが。さあここは資材があまりないので、さあ下通って、さあ誰だ、さあ C クラの人を1人倒した、ジョザを倒した。ナイスナイス。さあそのまま資材を獲得して、さあでもそんなに増えない。さあチョコラブさんも倒して、さあ1人で4キルした。さあローグラウンドそのまま歩いて、さあ順位ポイントも入れたい。さあ1人でここまでやっている。さあ目の前襲われてしまう。さあしかし下に降りて敵を1人倒せれば惜しい。いやよう頑張ったね。さあリザードたちのチームは生き残っている。さあ空中でうわうまいからのショットガンを当てれないがワンキルしている。さあスイリムが残っているが、ここはやられて、ワイルドホークも1人生き残っている。さあワンボックスアセルトライフル全部当てて、さあ倒していく。さあ吹っ飛ばされるが落ち着いてアンチャンに入って、さあ残り3パーティー 1V1V1。 さあワイルドホーク出てきたところ倒して、残り 1V1。 さあワイルドホークが1人で7キルしている。飛ばされてしまう。ここはワイルドホーク間に合うか、間に合うか。いやほらファイジーが回ったね。いやでも7キルしてるよ。クション ASF がいるぞ。さあおっと誰かが抜かれてるぞ上で。えクジャクが抜いたスナイプで。さあクジャクが下から針の穴を通すようなスナイパーライフルでキルして、さあ1キル持っていった。いやマジでね、そういうのやってるの大事で。さあ一発当てている。さあここは入り込んで腰打ち腰打ち腰打ち、ワイルドホーク倒して残り 3V1 取れてたからね終盤。さあワイルドホーク入ってきて全員倒した。また始まってしまった。さあ逃れられないバトル。さあうまい真空一発ヘッドショット入れるが心臓T1 固まってHP シールドもマックスだ。メイシーが撃つが打ち返されて HP なくなってしまう。はあ下に下がったところを倒されて、前から後ろから72。さあやってるが後ろは石、下うまいクラッシュパスで逃げていく。スナイパーを当てればワンチャンあるが、うわーなんだなんだ。さあマフィにロックオンしたか、これは戦いにいかない。さあちょっとあれですね、視力が悪いのかな。ちょっとワイルドホークたちがさあ根本これやってんのか。さあ後ろからクジャクがスイルムを持っていって、リザートチームだ目の前。クジャクのエイムが炸裂した。さあ移動が始まります。スウェーさあ1人落として、この相手の資材を取れればすごい有利になるぞ。さあ攻めけ攻めけ。さあゴリゴリに攻めていきます。さあしかし横のケアもしっかりしているクジャク。さあ一発ぶち当てて、さあ資材は少しも増えたでしょう。ここはショックウェーブで一旦上に移動します。いい移動、あー飛びすぎー。チーを取りに行くか、横開けて、さあ目の前壁一枚隔てて一発100ダメージ。さあフロッパー1個食べてミニポで回復したいところ。さあワイルドホークがワンボックス入って1人倒した。この男キルしすぎ。さあ出てきたところグレーダーもキル8キルしてます。下にいるやつらは全員死んでいきます。さあ目の前の敵もワイルドホークがゲッチュ、後ろから出てきた敵しっかり倒していきたい。ここはさあ落ち着く。ここでワイルドホーク上に行く、そして上の敵をショックウェブでぶち飛ばした。ワイルドホーク上は荒らせたぞ。さああとはクジャク1人フロッパーで回復できるが、回復勝負するにはまだ早いんじゃないのか。さあフロッパーはない。さあ残り1匹のフロッパー食べて、さあここから耐えれるか。さあ倒しに行けるか。さあアンチの中にいるが、ここはクジャクちょっとあれだね、回復勝負するには早かったね。ワイルドホークが強え、マジで強え。ワイホー引きずる、なんていうんだろう、悔しいからね。やっぱ最後はパパッと勝ってまた来週につなげてほしいけど、シンクの言ってるところがやばい。うわータクシエコンバット引いてるわ。攻めたけどコンバット持ちはさすがに。さあシノンを倒した、新王か。さあ倒してコンバットゲットしたが HP 削られすぎる。
さあこれはまだ T1 有利かな。メイシーの HP がちょっとしんどすぎる。さあバンテージあった、これはでかい。削ってフード J、 さあ後ろに引いていった。さあこの HP、 えメイシーが倒し、スナイパーで抜かなかった。さあここは HP 有利取っているのは甘いさ。さあメイシーと2人で行って、最後の最後、あはー気持ちがデー爆発だ。さあリスペクトピーターパン、そして K-POP スタート。さあゲームイズレータスさんと戦っている。さあハムピさんも下の方で戦っている。さあしかし持っている武器は緑のチャージショットガン。さあ一度上に登って、さあ一発多く当てたい。目の前には K-POP スター。さあ一人持っていかれて 1v2v3 かな。これはで、これはどうにか蘇生を解除させて、うーまーい。さあ目の前に敵がいるぞ。さあここは入り込んで、張り替えて一人倒して、さあもう一人も倒して勝っていくゲームウィズアムピさん、運命。さあショックウェーブで開けられて危ない。さあどこから敵が入ってくるかわからない。さあこれは追い詰められているか。さあ逃げ場がなくなってしまった。アサルトライフの弾が通ってしまう。さあハムッピさん、これはしんどい。上にも下にも前にも後ろでも全部敵がいる。ハムッピさん50ダメージからの1人倒したい。100ダメージ当てて1人持っていくがやられてしまう。さあここは一度後ろに下がって敵が来るのを待った。うわー今のうまかったけどな。うおー、しかしクジャクが200出して、さあポンプで、さあ下にも敵がいるぞ。さあこれは HP 回復がないのでアンチ外には出れない。さあ上から来た敵に一発当てられてショットガン110ダメージ出すがやられてしまう。しかし122ポイントまで稼ぎました。さあ最後 GUP ベストプレイヤーがさあアンチダメージで死んで、ハイグラロッカが回復勝負、そのまま勝ってビクトリーポイント62ポイントおめでとうございます。さあ、1周目最終セッションランキング見ていきましょう。アジアオープン編集第1周1位はワイルドホークのチーム122ポイント強いね。さあそして CE が 117A2 3位、ナイス、よくやったアレン、ジジナイス、メンバーもナイス。さあ86、5位で、これさ合算のやつって見れる、みんな合算のやつって見れる、どうなので、リズアートたち7位、ルリたち8位、バーってちょっとメインシーたちがちょっとね上に来れなかったのがちょっとあれだけど、まあしょうがない、って感じですね。ワイルドオークたちが1位ですね、おめでとう、お疲れ様でした。ここら辺で終わりにしたいと思います。最後の高評価だけポチッと押してください。それじゃあお疲れ様でした。それじゃあまたな、バイバーイ、お疲れー。